ただ土地は十分お互い持っているかどうか、スタートできるかどうかというところ。本日ね、このアントの岡選手、配信マッチでもメイン戦先行2ターンキルもね決めています。妨害込みでしたからね、脅迫からの2ターンキル、現在会場内でコールが行われています。決勝戦開始のコールです。もうお互い7枚でキープしたようですね。山下選手、薬瓶とファイレクシャの破棄者は見えました。ちょっとサリアはなかったかもしれませんが、もう最低限ですかね。破棄者自体も止められるカード、そうですね、ライオンザインダイヤモンドが止められるんで、爆発的な展開を防止するという意味ではまずは2ターン目のアクションとして上昇と定めました。さて岡選手の定語からスタート。ここはムカツキと島というめくり方です。沼でしたか、沼と沼かムカツキとなると2ターン目アドも随分視野に入る手裏になってるんでしょうか。ダークリチャル1枚見えたようにも見えたんですが、お両方下、うん、なるほど。ここは戦術なしのドローになります。これね、上手い人のアント見ると作りたくなるけど難しくてやめたくなる、そういったお話も、もう飛び交うのはしょうがないですよね。もう痛いほどその気持ちはわかります。チャレンジした津村が言うならもう間違いないと。難しいんですよね本当に。さあここは千染のぬかるみ。山下選手サリアもありそうに見えましたね。ちょっと真ん中ら辺のカードが見えないんですが、あるか、はい、破棄者は絶対にあります。その他には実手というカードも見えました。まあ、迅速にこのゲームを終わらせに行く、妨害しただけでは終わらないですもんね。そうですね、まあ、サリアを出した上で速やかに、わっと、うん、さあストームを早速数え始めましたね。さあこのストームカウンター、ぜひともハレルヤに来て体験していただければと思います。さあ動き始めました。ここはダークチャルデス&タックスの山下選手は妨害手段は何もないです。メインボードはこれが2枚目のダークリチャルにつながります。そして冥府の強持者も持っていて、脅迫も持っている。まあここはもう手札をゼロにすることは容易です。この決勝の舞台、そして相手に選択されたフォーマットで岡選手爆走状態。ここで赤マナ、今ストームが4ですかね。5678910123456、2になって5678足りてますね。ここから青マナも残していることで定5まで打てる。そうですね、もう、うん、多分余裕で超えてると思います。パストインフレームを持ってきて、ダークリチャル、ダークリチャル、インファーナルチューターもう1回定5でストーム10以上稼げると思います。さあ上から打つだけで問題ない。墓地にはダークリチャルも眠っている、ライオンザイもある。そして最後のフィニッシュ手段、冥府の強者でサーチするところまでこのビギを見届けましょう。これこのファストインフレームを打った時はかっこいいんですよね。かっこよさ。さあそして6マナ、で残りマナが4マナで、ちょっと感動的な墓地の並べ方ですよね。これで9で完璧ですね、うん、もう山下選手にファイレクションの破棄者もサリアも出させない、完全な先手に生きる。まあ、まずは山下選手もね、相手がどのぐらいアントに精通しているかというところを今のでもう間違いなく実感できたと思います。まあ、あとはフィーチャーだし最後までやってくださったってのはあるかもしれないですね。
あのカードの広げ方超かっこいいですよね。かっこいいですね。あれどうやってやるのか。あんな人見たことないんですけど。すごい均等にね。そうそうそうなんですよね。いやすごいなと思って。ちょっとこれ本当に朝ね、もう目バッチリ開きましたよ。このアントの美しさを見て。いやまずはもう岡選手完勝でしたね。もう、うん、デス&タックスはあの先手2キロはもうどうやっても防ぎようがない。ただ今度は先手後手が入れ替わるので、サリアで邪魔をしたりといったことが可能になります。やはり1ターン目に決めきるというのがアントが、まあ、どうしても難しいデッキになっていて、そこの部分で間に合う可能性が先手後手で変わってくるっていうところ、ね、農家選手としては後手の場合は思考囲いとかで、うん、デイズも入っているのでそれでサリアを弾けると一気にまたゲームが動く可能性はありますが、まあ、先手後手は本当に大きいですね。デス&タックスは後手と先手でアントに対して全然違うので、さあ気を取り直してのスタートなんですが、土地1バイアル薬瓶が1、これは妨害手段が持っていない、妨害手段が成立しないというところでまずマリガン、ちょっとね炎の中の過去パスインフレームの後の墓地の広げ方、あんな美しい人いないですけど、いやそう見たことないです。一流は今のところ岡選手しか世界にいないという、そうそう、とんでもないプレーでした。そうですね、メイン2本でサイドボード後は3本目からです。ぜひともねちょっと永久保存版にしていただきたいぐらいのカードさばきでした。あれはちょっと本当に教えてほしいですね、インタビュー、まあ、もちろんね優勝してされた方がこちらに後ほどインタビューできますので、はい、岡選手が来た時にはもうアントのねカードさばきも聞いていただきたいと思いますし、山下選手が勝利した暁には決勝のデッキ見せ合い見た時どう思ったっていう、ね、お話もモダンモレガシーも伺いたいですね。さあ山下選手なんとか、このワンマリガンどうなるか、ちょっとまたサリアはなさそうですかね。岡選手の側はこちらもマリガンですね。ライオンの瞳のダイヤモンド2枚は見えましたが、その他がつながる手札ではないと判断しました。どうですね、ちょっと多分岡選手がまだマリガンをずっと悩んでたんで、山下選手もここからもう一回考え直す感じですかね。どうですかね、一応1ターン目薬瓶、3ターン目土地が引ければ聖域の総院長展開まで見えます。3ターン目が訪れればキープしましたかね。これはこの訪れればというところがこの対アントの独特の緊張感ですね。いやそうですね、アントやっぱ本当に強いデッキなので、そんなバカな。さあ6枚の確認、この6枚の確認の際にも完全に均等に広げていきました。すごいですね。さあ今回のデッキリスト、こちらデスタクの方には白力戦といったカードは入っておりません。外科的テキストが2枚、まあ、こういったカードになりますね。そうですね、うん、さあ山下選手先日上だったんで、これはリシャーダンポートだと比較的いい方かなと、まあ、それか2マナのヘイトベア、サリアかファイレキシャの覇気者かちょっと悩んでたんで、多分サリアとではないと思うんですよね、うん、これがリシャーダンポートだと2ターン目タップから、そう手札どうだ、これめちゃくちゃいいのでは、まさかこれダイヤモンドも持っています。そしてこれは発進できるのか、発進する1ターン目です。後手1ターン目初手6枚、さあ車を出してチュータースタックでダイヤモンド、何色だこれは、ムカつき打てますか、
これ赤を選択。あ、ゴブリンストームか。これはここからいきなり10体12体4、5、6、うん、 6回のプレイができます。おっと、これは間に合わないか。あ、 10体になりましたかね。いや、多分トークンが足りてないんだと思います。なるほどなるほど。ペタルペタルライオン、インファーナル、ストーム、10体か。あ、10体ですね。ただちょっと10でも間に合わないか。ちょっとこれ、この横並びきついですよね。山下選手メインから一応オルゾフの司教が入ってるんですけど、今の手札の組み合わせだと仮にトップデッキしたとしても唱えられない。これが間に合わない。あ、ただ10点しかないんで、で1回ブロックできればというとこですね。ここでブロックで、次薬瓶が3なんで、次に護衛募集員か、はい、オルゾフの司教を引くことができれば一気に逆転。ただこれ、いや、ここ1体ブロックすると1残るんですよ。これでワンチャンスということですね。でこれで追加の勝ち手段はもうメインで排除できないんで、うん、山下選手次にオールドフの司教につながるカードがトップデッキできれば。これゴブリン全部種類違うんですか。そういうわけではないですね。そうですね、多分同じなんですけど、はい、これで今、聖剣総員長で岡選手の他の勝ち手段全部潰れたんで、ライフ1でここで引けるかどうか。引けるか。薬瓶3、さあドロー。あー、マザブルーン、これは引けず。引けてると大逆転だったんですが、メインアントが2連勝。これよりサイドボーディングに移ります。さあ、もうアントのメイン戦は独壇場といったところですが、いや、そうですね、本当にもう3ターン目が無事に訪れないと。これも本当に特徴的な勝ち方ですよね。後手1ターン目巣穴からの総で10体一応本当にギリギリワンチャンスあったんですが、先行2ターン目にはクモン、そして後手はゴブリンビートというアントのお手本のような勝ち方、2戦行っていただきましたが、山下選手もただ指を加えて自身の敗北を受け入れるわけにはいきません。ここから3連勝が求められます。山下選手は、3マナと薬瓶3ってあったんで、護衛募集員、タウネス2以下のクリーチャーをライブラリからサーチするカードで、オルゾフの司教を持ってくれば対戦相手のクリーチャーをマイナス1させてゴブリンが全滅して、うん、でなおかつ、聖域の総員長で追加の勝ち手段を全部潰してたんで、うん、それさえ達成できれば大逆転だったんですが、それがこの後サイドボード後にできるかどうかもそうなんですが、そもそもね、このアントのメインの動きがサイドボード後止められるかどうかもちょっと分かっていないですよね。そうですね、ちょっとサイドボードヘイトベアがどれぐらい増えるか。エーテル、何でしたっけ、方角者2マナ22で、はい、2回プレイできないみたいな。そうですね、アーティファクト以外は2回プレイできなくなる、うん、ちょっとヘイトベアの枚数としては全体的に少なめなままなので、うん、まあ、そこはどう響いてくるか、まあ、依然として山下選手、まあ、対策カードはあるが枚数が少ないという、そうですね、厳しい状況ではあります。対して岡選手の側はどうでしょうか。まあ、除去も追加というところもあります、はい、追尾とか致命的な一押しとかでヘイトベアを殺してからコンボを遂行すると、うん、さあこうなると岡選手、まあ、先行を、ね、2回取れるっていうところも大きいかと思いますが、そうですね、残り3回フルであった場合でも岡選手には2回先手の権利があると。さあこの決勝トーナメントギリギリのところ8位で踏みとどまって進出した岡選手がこの決勝戦も現在2連勝ということで、あと1本でこのラスト3、2018チャンピオンの座に到達いたします。予選上位で迎えた山下選手、ここでアントを攻略できるかどうか、それ以下では自身の体感も見えてくる難しい勝負が始まっていますが、ここまで勝ち上がってきた自分の技量、そしてデッキを信じられるかどうか。
さ、ここまではなんとか妨害手段に到達したいというところはあったんですけども、ここはもう文句なくお互い7枚キープ、薬ピンクスタートです。汚染された三角巣受けての静かなスタートで、ウダにはバウンスですね、残響する真実、こういったカードも見えます。チェインオブベイパーですかね、パッと見1コストのバウンスの方、あ、両方ありますね、もう両方合わせて取ってますね。さあ、ただやっぱりコンボデッキ、対策カードが手札に大量にあるということは、その分スピードは若干落ちてるんじゃないかと、うん、そうですね、山下選手手札には妨害手段、墓地を経由する手段を妨害するカードが結構たくさんあるように見えたので、フェアリーの意味ものまで入ってますね。なので墓地を経由する勝ち方であればサイド5は少し、うん、メインボードとは違った戦い方になると。さあ、ここまでようやく山下選手無難な形での3ターン目を迎えています。岡選手もやっぱりメインボードとはちょっと考える長さが違いますよね、うん、その対戦相手が仕掛けられるカードが全くなかったメインボードとは違って、やはりサイドボード後は相手のいろんなカードを警戒しながらプレイしていかなきゃいけない、その難易度が非常にやっぱり高いんですけど、うん、さあ、その上でどういった結論を出すか。これ先ほど3ターン目迎えたと言いましたが、岡選手のまだ2ターン目ですね、はい、さあ、そしてフェッチフェッチということはこのターンある程度動きそうですが、手札も表示者なども見えました。さあ、揃っているかどうか、どう動いていくのか。先ほどね、上からの所作はもうものすごく美しく見えるんですが、対面したらどう見えるんだろうねっていう、ね、そうですね、確かに。ぜひ岡選手に会いに会えるように来ていただければと思います。いや、所属しているコミュニティよく行くところでは、筑波とか柏とか高田馬場、そして横浜とかね、本当になんかレガシー関連によく出られているような、そんなコミュニティというお話もいただいております。さあ、そして始まってしまった、後手2ターン目。さあ、ここは青を経由して、ああ、もう行きますね。これは土地を生贄に捧げることで黒マナが出ます。ダグリチャル、これ山下選手がカウントしてますね。そうですね、優しいですね、メインボードから一貫して。さあ、これはダークリチュアル重ねます。そして手札にはシューターがある、冥府の強者がプレイされて、ライオンの瞳のダイヤモンド弾いていきます。これどうですかね、多分サイド5なんでちょっと墓地は経由したくないと。ただここは赤マナに変換、これ12体いきますかね、どっちを選択するか。何マナですかね、合計で8マナですか、はい、ストームが5、6、7、うーん、そうですね、ムカつきに手が伸びましたね。こちらの方が、うん、墓地を経由せず勝てる、そんな卓になります。さあ、ここは一応赤マナを先ほどのライオンの瞳のダイヤモンドで出してはいるんですが、こちらを何マナ使うかというところも悩ましい、まあ、1つは残しておいた方が裏目がなさそうに見えますけどね。2と3の使用です。黒が3、赤が2、あといきなり4点5点。0 1 1 2 2、お、結構ダメージが増えてきたか、あっという間にたどり着いた。ペタルあって、このままだとストームが足りてないですね。なのでもう少しいかないと、ただ奴隷にして終わりになってしまうので、現状ライフは4です。
さあ4マナのスペルはもうあまり入ってないとは思うんですが、そもそもダークリチュアル、キャバルリチュアル、ここら辺がないと、今ストームが6、ロータスペタラめくれてるんで7まで確定、8で16点で、ブレインストームでリチュアルがめくれて足りるんだったら9、10でそこまでいけるか。さあもう1枚引くか。ライフは3です。リスクはある。リスクを取りに行くがまだめくれない。いや2はしかしもう止まりそうですけどね。さすがに2マナのカードはデッキにかなり入っています。サイドボードが余計に入っている。一応ブレインストームでリチュアル系が何か1枚1種類めくれれば勝ちなんですが、もうすでに2枚3枚ですか、使ってるので、さあ岡選手ここが勝負どころ、どう判断するか。いやーここは本当に経験がものを言うというか、まあ、だから2なのがね、2は結構ありますからね本当に。これ確率とかそういうのじゃなくてただ怖いですよね。そうですね。あ、もう止まりましたかね。さあこの段階からスタートです。これはけど絶対また広げてくれますよね。そうですね。出ました出ました。素晴らしい手つきで、まずは手札に入ったカードオープンです。まあ、山下選手がメモろうとしたんですけど、多分まあさあこのドローにリチュアル系のカードがあるかどうか、マナが増えるか。さあここの手札どうだ、考え込む、すぐさま出てこない。これはシャッフルします。おお、なかった。ということはシアンのトップデックワンドローで変わる。いやけどまだあれですね、ロータスペタルからブレイン、もう一発打てますか、ブレインストームで、うんうんうん、あと3枚めくれる、だ合計あと4枚見れる状態ですね。さあライブラリももうだいぶね半分ぐらいはもうなくなってるんじゃないかと。さあこのドローどうだ。うーん、ここはチェーンオブペーパー、抵抗ですかね。抵抗ですか。さあここ青マナブレインストーム、これ次第。ああ、ありました。ここでここで手に入れたのはキャバルリチュアル叩き込み。スレッショルドは当然達成しています。そしてストーム10点ドレイン、20点ドレイン。ああ、素晴らしい、決め切りました。アントレ決勝3連勝、勝利したのは予選8位通過でここまで勝ち上がってきた岡陽介選手です。おめでとうございます。いやギリギリ最後まで目が離せない、いやでも展開でしたが、本当に各所随所の判断素晴らしかった。いやそうですね、ちょっと山下選手としてはね、モダンもレガシーも多分どちらもちょっと相性は悪かったと思うんですけど、はい、ただこのアントの蜘蛛の触手プランは共に2ターン目、そして1ターン目の層を出ての計3勝というところ、う、ね、もうアントとしてはね存分に使いこなしたというような決勝戦になりましたが、ちょっと今から聞くこと考えておいてくださいね。ちょっと僕は3割しか力が出せないので、僕では聞けることが少ないかなと。トークは3割では困るんですよ。いや素晴らしいですね、美しい手つきも含めて、うん、そして、まあ、惜しくもね準優勝となりましたが、ね、山下選手もここまでね本当に見事な戦いぶり、はい、そしてデッキ選択もねお見事でしたよね。だから本当にこの構成、はい、かなり独特な構成だと思うので、うん、まあ、予選ラウンドでは見事に2連勝、うん、フィーチャーマッチで見せてくれましたが、ちょっとね本当に決勝のマッチアップがどちらも厳しかったというのが本音じゃないかなと思うんですけど、山下選手もちょっとオポネントパーセンテージ低くてラウンド13、14とともにね、はい、勝利が、この決勝トーナメント進出の条件だった。そして決勝トーナメントに上がっても準々決勝、準決勝とともに勝利を重ねて決勝に進んできました。まさにお見事と言える結果だったと思いますが、最後は岡選手のあの芸術的なアントがここをもぎ取っていったと。いやラストさん、アントとゆかりありますね。そうですね、安岡翔太選手が優勝した時もアントで優勝されましたが、うん、いやまあここからね
岡選手にいろいろ聞きたいこともあると思いますし、はい、プロツアー出場するの下に書いて引退するもね、ちょっとどういう感じを引退するのかもね伺っていきたいと思います。さあそれでは真ん中お越しください。どうぞ。優勝された岡選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今の率直なお気持ち聞かせていただいてもよろしいですか。勝っちゃったなって。勝っちゃったな。いやもうお見事でしたけどね。ありがとうございます。あの練習してないデッキを2つ持ってきてて、えあ1つモダンの方は、はい、あの先週の、モダン神挑戦者決定戦で13位まではいけたんですけども、はい、アントはもともと使ってた別のデッキがあんまり調子良くなかったんで、まあ、あの楽しいデッキ使おうかなと思って。え、そうなんですか。はい、持ってきただけだったんですでも多分5年ぐらい使い込んでたんじゃないかと。え、そうなんですか。はい、衝撃ですね。いやお手つきもお見事だったんで。 ありがとうございます。あのパストインフレーム打った後の墓地のサーって並べるやつ、あれのやり方絶対聞こうって話してたんですよね。あのそうフィーチャーマッチが、はい、あの2日目さっき多分予選ラウンドであった時に、はい、あの試合負けちゃったんですけど終わった後あの、まあ、ツイッター見たら、うん、あの身内がそのコメント欄でこんなこと流れてたって話しててるんで。いやもうあまりにかっこよすぎて。今ねここにもね、はい、リアルタイムのコメント出てるんですけど、アントあんまり使ってなかったね。そうとか、ね、あれだけ綺麗に動いてたんで、はい、もう本当にずっと使い込んでるもんだと。あのビッグマジックオープン、はい、今年の5月だったかな、はい、あったやつで持ち込んで、5-4 して、はい、それ以来使ってない、はい、ただ MO マジックオンラインで、はい、まあ、なんでしょう、安く組めて、あと結構一人回しがてら遊べたので、うん、まあ、それを何回かやってたような形でした。ちょっとアント3割しか実力出せない津村さんが絶句するぐらい本日はね素晴らしいアントさばき見せていただいたんですけども、今日の喜び誰に伝えたいですか。はい、まあ、すごいいろんな身内に恵まれていて、はい、今日特に出場してもないのに、まあ、何でしょう、駆けつけてくれた。私もともと最後 ID したんですけど、はい、8位か9位か分かんなかったのに、もう2人ぐらいこっちに来るわと、はい、9位だったらどうするんだと思ったんですけども、まあ、そこから無事、まあ来てもらった甲斐もあったかなというので、ちょっと身内に、はい、ありがとうの言葉を捧げたいです。ちょっともう今日のパフォーマンス100点満点ですよね。素晴らしかったです。ちなみに手つきって何かご自身の職業とかそういうのと関係があったり、はい、いやカードゲーム自体は、まあ、小学生の時からやってたので、はい、まあ、その時とあと、まあ、小学生の時そのトランプマジックとか結構好きで、なるほどなるほど、はい、大学帰ってからもまあやってたこともあったので、うんうん、まあ、そうですね、その両方がミックスした形で、うん、よかったです。あの手つきは確実にマジシャンだ。マジシャンかディーラーかっていう話をしてたんですよね。でもハードゲームでやっぱ身についたものですね、ずっとやってたんで。じゃあ僕らも頑張ればできなくはないと。いやもうとんでもないです、ね。本当に手つきもプレーだけじゃなくて手つきも間違いなく一番だったんじゃないかなと。またね、本日プレイヤープロフィールいただいてるんですけども、2019年のマジック的抱負、はい、プロツアーに出場する、はい、これはもうかねてからの目標なんですか。そうですね、グランプリ静岡で、まあ、レガシーだけ出たんですけど、はい、結果振るわなくて初日落ちしちゃったので、うん、まあ、今度はスタンダードに切り替えて、うん、まあ、もうちょっとそのプロツアーに近いフォーマットをやっていこうかなと思っていて、はい、で、まあ、あとプロツアー1回出れたら、まあ、ちょっと引退も、そうちょっとそれ記念で一回マジから離れてもいいかなと思ったんですけども、まあ、今日いい思いしちゃったのでもうちょっといろんなフォーマット頑張ろうかなと、はい、ちょっと下世話な話になりますけど、はい、賞金の使い道とかもう考えてるんですか。そうですね、まだあんまり手に入る予定ではなかったんですけど、まあ、プロツアーの旅費にしますもんね。あ、そうですね。来年に訪れるもういいホテル取ってもう存分にね、もう休んでね、してもらいます。はい、まあ、またねこのプロツアーの道っていうところもね、本当にもう時期的にもなかなかね難しくはなってきているとは思うんですけども、まあね、チャンスをねここで掴んだっていうところを本当に一つ自信に思ってね、競技マジックね挑んでいただきたいなと思いますし、津村さんいかがですか。来年もしかしたらマジックオンラインで、はい、レガシーからでもプロツアーに行ける可能性が多分あるんじゃないかなと思うので、はい、もし今回のアントみたいな
ぜひちょっとやらせていただければと思います、ね、はい、いや頑張ってほしいです本当に、はい、ございます。ぜひちょっと引退はまあちょっと先延ばしになっちゃうけど、はい、頑張ってほしいなと思いますけど、はい、まあ、少なくてもこのトロフィー1年間はねラストさんチャンピオンというね、はい、冠とともに岡さんの、ね、うん、手元にあるわけですから、まあ、それも踏まえてねぜひチャンピオンとして1年間楽しんでいただいて、はい、来年ディフェンディングチャンピオンとしてもね待ってますからね。そうですね、ぜひまた、はい、来させていただくように頑張ります。最後に言い残したことないですか？そうですね、まあ、マジックやっぱり調子良くないとやめようかなと思う時も多々あったんですけども、やめようとすると引き止めてくるなということですごい実感しましたので、まあ、いい距離感で、まあ、熱中できたらなと、はい、まあ、いろんなそうですね、まあ、時間的制約もあるんですけども、うん、まあ、プロツアー一回行ってみたいなところで引き続き頑張らせていただきますのでよろしくお願いします。ありがとうございます。2日間素晴らしいパフォーマンスを繰り広げ見事チャンピオンに輝きました岡陽介選手でした。改めましておめでとうございます。ありがとうございました。それでは一度